こんにちは、デザインスポットのたまけんです。今回はフォトショップを使ってラテアートを合成する方法を紹介します。ロゴマークやイラスト、文字など様々なモチーフでアレンジできる方法です。それでは早速解説していきます。こちらのカフェラテの画像を使って実演していきます。同じ画像をダウンロードしたい方は概要欄からダウンロードできます。まずはカフェラテの画像の上に合成したい画像またはオブジェクトを配置します。今回は Adobe CC のロゴをサンプルとして使っています。合成する素材はロゴやイラスト、文字など何でも構いません。単色で余白が透過されている素材を用意しましょう。配置できたら上のメニューからフィルター、ぼかし、ガウスを選択します。ぼかし、ガウスの設定画面が立ち上がるので半径を8ピクセルにして OK を押します。半径のサイズは画像のサイズによって見え方が異なるので画面と同じくらいのボケ感になるように目分量で調整しましょう。次はレイヤースタイルのカラーオーバーレイを適用してロゴの色を指定します。レイヤーパネルからロゴレイヤーの右側をダブルクリックしレイヤースタイルを開きます。カラーオーバーレイを選択しカラーをカフェラテと同系色の明るい色に指定します。スポイトで明るい色を拾ってその色相をベースに明るい色を指定します。次は立体感を出すためにベベルとエンボスを適用します。スタイルをピローエンボス、テクニックを滑らかに、深さを 80%、 方向を上へ、サイズを50ピクセル、ソフトを0ピクセルにします。角度を125度、高度を42度にします。光沢輪郭は詳細ボタンをクリックして画面と同じものを選択しましょう。ハイライトのモードをオーバーレイにしてカラーを白、不透明度を 30% にします。シャドウのモードを上山、カラーをカフェラテと同系色の暗い色に指定します。不透明度は同じく 30% です。ベベルとエンボスの設定ができたらレイヤー効果を選択します。下の方にあるブレンド条件を使ってロゴをカフェラテになじませていきます。下になっているレイヤーに移動し、左側の黒いポイントの少し右側をオプションまたはオルトキーを押しながらクリックし、そのまま右側にドラッグします。中間のポイントが作成され、下にある画像の暗い部分にロゴが綺麗に馴染んでいきます。右側の白いポイントも同様にポイントの少し左側をオプションまたはオルトキーを押しながらクリックし、そのまま左側にドラッグします。今度は下にある画像の明るい部分が綺麗に馴染んでいきます。いい感じに馴染んできたら OK を押してレイヤースタイルを適用します。最後にロゴがカフェラテの画像により馴染むように部分的にぼかしをかけていきます。ブラシツールに切り替え、クイックマスクモードで編集のボタンをクリックします。ブラシサイズを調整してロゴの端の部分をランダムに描画していきます。ブラシの硬さは 0% にしておきましょう。描画できたらもう一度クイックマスクモードで編集のボタンをクリックします。これで描画した部分が選択範囲に変換されました。描画していない部分に選択範囲が作られるので、コマンドまたはコントロールシフト I を押し選択範囲を反転します。上のメニューからフィルター、ぼかし、ガウスを選択します。ぼかし、ガウスの設定画面が立ち上がるので半径を16ピクセルにして OK を押します。半径のサイズは初めに適用した数値の2倍に設定しましょう。コマンドまたはコントロール D を押して選択範囲を解除します。これで完成です。いかがでしたか？今回はPhotoshopを使ってラテアートを合成する方法を紹介しました。この動画が良ければ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。